皆さん、こんばんは。経営コーサルタントの中野です。今日は2023年8月12日土曜日でしたね。皆さん、いかがお過ごしでしたでしょうか私の方はね、昨日ちょっと疲れちゃってですね、あのー、はい、YouTube ライブお休みさせてもらいました。すいませんでした。 あの、若シャチ屋っていうね、名古屋で有名なカレーうどん屋さんがあるんですけど、東京だとね、あの、河西の洋歌堂ありよとかね、木場の洋歌堂とかに入ってるんですけどね、無性に食べたくなっちゃってさ、あの、全然名古屋、この5年ぐらい行ってないもんですからね。まあもちろん、すがきラーメンも行きたいしね、まあここ一番は東京でもいっぱいありますけれども、 まあ、そのか味噌カツとかも食べたいしね、もうどうしようもなくなっちゃって、昨日はね、あの、松戸の家族と一緒にね、3人で、えー、江戸ワーク、東京都江戸ワークのね、葛西、有吉岡戸行ってきました。そして、カレーうどん食べてね、帰ってきて、すっごく美味しかったですね。あの、ミニカツ丼、ミニ、 味噌カツとも食べたんですけどね、むちゃくちゃ美味しかったですね、その味噌がね。<laughs> 東京の味噌カツと違うんですよね。名古屋の味噌カツの味噌なんですよ。甘ったるくてね、美味しかったですね。もう全然違うんですよね、味噌がね。でも、目をつぶってねかん、口に頬張って噛んでるとね、まあ、名古屋の生活たった5年でしたけどもね。 あの、永遠のように感じたね、今思うとね、うん、もっと楽しめばよかったですね、名古屋にいるときね、もっと羽外せばよかったし、もっと毎日遊べ,よか遊べばよかったなと思いましたけどね、毎日大変でしたからね、就職してすぐね、もう本当に勉強勉強の毎日でね、もう吹っ飛ばされそうになりましたからね、うん、毎日がソフトウェア開発で、毎日が気絶寸前まで、 ね、仕事したしね、コーディングしたしね。いやー、まあ、やるだけやったかなって感じですね。はい、それで今日はね、あのー、今日も体調つらかったですけども、ちょっとお墓参りにね、行かなくちゃいけないんでね、朝早く起きて、まあ朝はね、毎日早く起きてるんですよね。<laughs> まあ朝4時くらいから起きてますからね、それで、朝起きてるっていうか、 24時間起きてて24時間寝てるって感じですかね。なので朝早く、あの、うちのね、松戸の神さんとね、二人で、娘はね、また体調悪くなっちゃってね、神さんも体調悪かったんですけど、昨日ね、僕も悪かったんですけど、まあ僕とかみさんだけでね、朝早くね、7時半ぐらいに、矢柱霊園のね、あの、お墓行ってきました。 うん、あの、スーパーマーケットとかね、やってないんでね、あの、セブンイレブンでね、お花買ったり、飲み物買ったり、あの、お供え物買ってね、行きました。うん。朝早いとね、あの、人は少なくていいですね。うん、8時ぐらいに到着で、まあ、当時はちょうどね、8時から門が開くからね、ちょうどよかったなと思って。あの、水を汲むところもね、水道も空いてるしね。 はい、全然良かったです。あの車置くところも近くに置けるしね。うん。で、僕たちがまあ、1時間ぐらいね、掃除したりして帰るんだけど、お線香をあげてね。あの、もう9時ぐらいにはね、あの、人いっぱい来てたね。まあ、お盆だからね、いっぱい来て、いよいよこう、渋滞になっちゃうかなっていう風になってましてねああ。びっくりしました。でそれからね、あの、娘も家、まあ、 場所はね、家から3キロぐらいなんですけどね、家帰って娘連れ出して、あの、家の近くにね、カフェできたんでね、武蔵野、武蔵野の,の森っていうカフェができたんでね、まあ、そこでモーニング食べてね、帰りました。うん。帰りがけにね、また眠くなっちゃってさ、あの、松戸の駅前にちょっと車止めて少し寝かしてもらいました。本当に眠くて眠くてね、 ドーンとぶつかっちゃいそうになるんですよね。だから、免許返却しなくちゃいけないかなっていうふうに思うときもあるんですよね。はい。ところでね、ドル円なんですけども、なんとも見てください。半端ないです、これ。145円ですね。145円、まあ前、前回145円、これね。前回、前回145円いくと、 あのー、金融庁がちょっと、あのー、買うって感じですね。ドルを買う円を、円を売るって感じですね、これ。うーん、ーんあのー、買いま見えましたね、昨日もね。ただ、あこれ上がる上が、上がっていっちゃった感じだね、もうね。これが突き足なんですよ。で、これが150、これ151円ね。 で、今のここら辺ですね。こことこの間、先月の、先月とか先々月のお話ししてるんですけど、うん、これ週、週足ですね。だから、ここの、先、先月とか先々月とか、ここら辺ですよね。ここはもう完全に上がっていっちゃって、151円。151円を目指すと。 これは間違いないですね。もう間違いない。151円。あの、今月ね。8月31万7、151円まで円ですと。で、これ、冷やしですけど、これはまあ、ここはもうないよと。なんで、まあ、週足を見るしかないってことですね。うーん。で、まあ、本当どうなるのかってことなんですけど、これがまあ、ああ、足。 ですけども、うん、まあ本当はね、この前、前のね、1ドル360円の時のデータが欲しいんですけど、151円抜いちゃうですよね、これね、うん。まあ金融庁がまた介入してね、何回か5円ぐらい落とすかもしれないけど、やっぱ上がっていっちゃうよ、これね。 まあ世界の金融システムがもう制御不能になっちゃってるんだよね。うまくいってるように見えるんだけど、うまくいってないんですよね、アメリカもね。で、中国ではもう大きな負債ができてたりね。して、これはあれですよ。あの、気候の大変動っていうかね、地球温暖化しちゃって、まあ、手がつけられないようなあの大災害が発生してるじゃないですか、今。 世界中でね、大洪水起きちゃったりね、まあ、それに近いんですよね。このシステムも、もう、制御不能になっちゃってさ、人類が制御不能になっちゃって、こうどう動くかわかんないよね、これね。まあ、落ちてくれば、ある程度、まあ市場は冷めてくるんですけど、上がっていっちゃうと、これ、戦争になっちゃうよね、これね。うん まあ、トランプの時はさ、トランプさんっていうのは政治家じゃなかったから、あ無策だったんだよね、まあ。世界戦略というのはなかったから、ここだったんですよ。まあ、いわゆる今から考えて横横。横横でちょっちょっと下がってきたかなって感じですね。うん、まあ横横かな。横横横する横横ですね。横横でちょちょっと下がってきたって感じですけど。 で、バイデンになってから、いけーって、もう戦争だよ、これね。で、落ちたけど、もう一回行くなーって感じですよんね。で、これ、エリオットハードですよね。エリオットハードは3回あるからね。1回目でしょ、これ。で、2回目、まだまだ、まだ、こら辺まですよ、200円までね。で、3回目は、 250円までいっちゃうんじゃないかな、300円とかね。まあ今ではもう、今となって考えられないような金額、まあ360円までいっちゃうのかな。1ドル360円とかいっちゃうのかもしれないですね。本当の本当にね。うん。まあ気をつけないといでない、本当に。<laughs> で、仮想通貨。 ちょっと見てみたいんですけど、仮想通貨もですね、まだ徐々に上がってきたね、これね。まあ、ビットコインですけど、うん。ほら、ちょ、ビュッと上がってるでしょ。NG だからさ、NG だから、こうって、下がって、上がって、下がって、上がって、 下がってこ、ビュッてててるでしょギュッて来るから500万は今月8月中に500万は行くよねこれね500万行くとさまた買い出すから600万700万って行っちゃうんだよねそれたらまた中野先生来てください来てくださいっつって上がったら売るんですよ本当はだから今下がってるまあこんなに上がっちゃったけどさまあ安いから今今買うべきなんですよ だから今読んでほしいんだよね。先生来てください。買った方がいいですかね。今安いから買った方がいいよって。これから上がっちゃうから、年末にかけて。まあ、年末少なくても1000万ですよね、うん。大した金額じゃないですけどね。うーん、だから。いつ買ったらいいですから、ね、今ですよね。 うん、これ以上上がったら買わない方がいいですね。426万ですよね。サリアムが226万なんですよ、ね。強いね、これね。下がんないもんね、上がんないけど。でプロリが91円の、同時が11円。カルタの42円ですよね。で、何を買えばいいのっていうのは難しいんだよね。何が来るかわかんないから。で、最近来たのは同時コインだけですよ。 これはイーロン・マスクの孫がさ、ここのね、この犬の、犬が可愛い,いって言っただけですよ。可愛い,いって言っただけで400倍ですからね。1週間後にね、笑っちゃいますよね。うん。で、体の枝、まあその前に体の枝は、あれですね、あの、ICO、ICO って言って、非常時でもう、あの、儲かってしていってますよこれね。 うん、未上場販売ですね。それだけですよね。うん、最近はね。あとは、その前は、財布にあったペペキャッシュとかね、うん、日,本日本でしか販売しなかったものが、500倍とかね、600倍、700倍になってね、うん、重くしたっていうだけですね。それだけですね。 まあ,あとはまあベ,ーシックベーシカル的なビットコインとかイースタリアムで儲けたんですね。ビットコインも最初、ね、日本で1万円とか2万円でしたからね。気づいた頃はね。だから、あのマウントゴックス事件で大量流出しましたけど、まあ、あの頃2万円ぐらいだったかな。で、10万円ぐらいまで上がったんだけど、マウントゴックスの大量流出事件があって、また2万円まで下がっちゃったんですよね。 で、みんなで裁判やって金返せ、金返せって言って。で、まあ、裁判5年ぐらいやってるうちに、ね、1ビットコインがこう10万円だったのが、あの、100万とかね、万220万とかなったんですよね。それで、あの、まあ、流出したビットコインじゃなくて、残ったビットコインで全部請求金額が支払えるって分かったんで、 で、最後は終わったんですね、それでね。よかったですね。それもっと持ってればね400、400万になったからね。うん、まあ、利益あの、残りましたよね、もっとね。まあ、ビットコインは、まあ、上がるように決まってますからね、これね。上がるように設計されてますから。だから、まあ、持ってた方がいいですよね。どう,どうせなくなってくるんだからね。新しく生成されなくなりますからね、完全にね。うん。 あとは、どれ、同時コインのようにどれ買えばいいかですよね。わかんないですよね。同時コインっていうのは、もともとは、あの、両替通貨っていってね、ビットコインと草コインを、つなぐための効果であって、ビットコインから草コイン直接買うと、桁数が足らないんでね、少ししか買えないんですよね。 うん、例えばビットコインが1万円札で、草コインが 1, 1個1万円だよって言ったときにあ、お客さん1万円札じゃなくて、1円玉にないですかねって言ったときに、いや、ないよって言ったら、じいや、じゃあしょうがないですね。じゃあ、1枚万,万円、草コイン1枚一円だけど、一枚草コインね、1枚一円だけど、1枚になりますよ 単位はだって1万円単位しか持ってないんでしょつったらそうですよつって、まあ、そんな感じなんですよねそれで同時コインが両替コインで両替すればあのビットコインを同時コインで両替すれば1万円が1円単位になるんですよねだからみんなこう草コイン買うときに同時コイン買って ビットコインから同時コインに変換して、両替してで、そこから同時コインで草コインをいっぱい買ったんですよ。で、たまたまね、残ってた同時コインが爆上げしたってことですね。例えば、10万円、10万円買うつもりでね、ビットコインを同時コインに10万円分したと。で、1万円だけ残し、残しておいたと。そしたら1万円がまあ400万なだったと。400倍だからね。 400万になったって。そんな感じなんですよね。だからまあ5万円残してれば2000万になったわけですよね。僕の周りにほとんどそう,そういう人がほとんどですよ。うん。先生コンサルやってください。草越買会コンサルやってください。教えてください。つってね。で、まあ大体5万円ぐらいが国内のね、あの、取引所ビットバンクとかね、ビットフライヤーとかコインチェックに入ってて。うん ?5 万円ぐらいね。 5万円のビットコインね。で、僕はまあ、で、海外取引所に持って行ってですね、海外に送金して、これを同時コインにするんですよね。まあ僕、その頃みんなでドジな同時コインとか呼んでましたけどね、ひどい話でしたね。 5万円ですね。で、このうちの、まあ、1000か2000円ですね。1000か2000円分ぐらいずつ。まあ、1000円ずつ、草コイン買ったんですよ。ムーンコインの買い方はこうですよと。ね、キャットコインの買い方はこうですよ。まあ、まあ、あの、草コイン買ってあげてね、やったやったーって、先生ありがとうございますで。だから5万円だったら、 4万8000ぐらいは同時コインで残って、残しといたんですよね。で、その後さ、ほら、あの、いや、めんどくさくてやらなくなっちゃってね。同時コイン4万8000分残ってました。先生ありがとうございました。っていう人がほとんどでしたね。僕がいなくなって、やり方忘れちゃってわからなくなっちゃったっつってね。で、同時コインもビットコインに変換わからなくて、そのままにしてましたっつってね。で、4万8000の40 400倍ですからね。 いやこれがまたすごいんだよ、これが。4万8000のさ。400倍。1920万ね。結局、あの、草コインはほとんどまあ、爆上げしなくてさ、同時コイン <laughs>。目的じゃなかったんだけど。 まあ、一応、同時コインも0.2円とかだったからね。0.02円とかだったから、草コインの、確かに草コインだったことは草コインだったんだよね。でそれが来るとは思わなかったもんね。だって、イーロン・マスクの孫がさ、同時コインの頃のね、あの、犬の形が可愛い。それだけで400倍も爆上げするとは思わなかったもんね。誰もね。うん。 まあ、それでまあ、皆さん儲かって、先生ありがとうございます、ありがとうございますって言われたんですけどね。良、ね、かったと思います、あの、結果的にね。だから、何が来るか、何が来るかわからないんですよね。だから僕が、僕も確かに皆さんの、中野研究会の人を儲けてもらいましたけれども、結果的に儲かっただけで、あの、 狙っても多かったわけじゃないですよね。本当に難しいです、これは。株と一緒だと思いますね。まあ、ね FX については、まあ、長期保有するっていう考え方じゃありませんからね、もともとね。うん。だから、まあ、FX については、まあ、今まで通りね。 まあ短期で最判を狙っていくっていう考え方でいいと思いますね。はい。で、これ、ドル円なんですけど、月曜日からどうなるかって言ったら、まあ、夏枯れ相場で、ジャクソンホール前だから、あんまり上はいかないと思いますけど、まあ、まず145円超えたら、金融庁の介入が何回か入るんで、なかなかいかないと思いますけどね。 151円までは買いに入らねいかもしれないね。うん、151円まではね。151円入ると、うん、3回ぐらい買いに入るけど、多分、上圧力が強いから、うん、まあ、簡単に抜けちゃうでしょうね。9月には、160円、170円になっちゃうでしょうね。そうするとね、もう卵の値段とかも、400円、500円になっちゃうし、ガソリンの値段なんかも、 1>, 1リットル200円とかね、250円ってなっちゃって、えー、って。<laughs> 信じられないね。ね、電気代とかも高いし。まあ、とりあえず何もできないで、家で身動き取れないっていう形になっちゃうじゃないですかね、これね。うーん。まあ、とにかくね、中野研究会の人は、あの、毎日ね、FX でサイアンを狙ってですね、まあ、一日に、 1>, 2 3 1万、2万から1日10万、20万ぐらいを取っていってですね、まあ、ちょっと今後に備えるって感じですね、まあ、あの大きな転換点があるかもしれないのでね、まあ、食べていけなくなるってことはないと思いますけども、まあ、水が足りないとか、ね、水が配給制になっちゃうとか、食事が配給制になる。 まあ海外旅行は行けないとかね、まあ、かなり大きな制約が出てくるかもしれないね、日本人はね。まあ、ちょっと気をつけなくちゃいけないかなと思いました。それではね、今日はあの久しぶりにライブじゃなくて動画で撮りましたけれども、まあ、今後ともねあの、ちょっと僕の体調がいい時間が <laughs> あの、夜じゃなくて昼間になるかもしれないんでね、あのこうやって。 じ、ゆっくりしたね、時間を使えるんでね、いいかと思います。それでは、あの、千葉県松戸市より、トム・クレーズがお送りいたしました。あ、そうだ、今日ね、高校甲子園で、あの、地元のですね、千葉県松戸市の市立のですね、専修大学附属松戸高校が第1回戦勝ちましたね。いや、本当に素晴らしいです。おめでとうございます。それではまたね、明日会いましょう。失礼いたします。 ぬれてるからね。